マリモトは、日本国有鉄道及び、北海道旅客鉄道が、函館駅釧路駅間、札幌駅釧路駅間で運行していた、夜行急行列車、札幌駅釧路駅、または、根室駅間で運行していた、夜行特急列車である。廃止前の2007年から2008年には、札幌駅釧路駅間を、函館本線、千歳線、関昌線、根室本線経由で、 臨時夜行特急列車として運行されていた。1949年に函館菊城駅間で運行を開始した夜行急行列車がそのルーツで札幌駅伊東では準急列車として運行される珍しい運行方式を採用した。1950年に運行区間を根室駅まで延長し、急行区間を函館菊城駅間とし、 国路駅伊藤は普通列車として運行されていた。その後、1951年に、函館駅区路駅間の夜行休校に、マリモの名称が与えられた。1968年に、札幌駅区路駅間の昼行列車、カリカチに統合されて廃止されたが、1981年に、赤昌線の開業により、札幌駅区路駅間の急行列車に、マリモの名称が、 再び使用され、夜行、中行ともに一往復運行されていた。しかし、1985年3月に、中行列車を特急、大空に統合するとともに、札幌駅予備広駅間の臨時急行、マリモ51.54号を廃止、夜行列車も1993年3月19日に、大空13号、14号として編入された。 2001年7月には特急大空中高便の使用車両をキハ283系機動車へ統一することに伴い従来通りキハ183系で運行される夜行便の13.14号はマリモに解消した2006年3月18日のダイヤ改正でリシリが季節臨時列車に格下げされて以来北海道内発議の夜行特急列車としては 唯一の定期列車であった。しかし、2007年10月1日のダイヤ改正で、臨時列車化され、2008年9月に廃止された。列車名は、阿寒湖のマリモにちなんだものである。札幌駅、釧路駅間を約7時間で結んでいた。B 寝代料金は、通常6300円だが、この列車に限っては、前身の、大空13.14号時代より、 11から5月、当期は3000円と安く設定していた。札幌駅から新札幌駅南千歳駅、追岩分駅新徳駅帯広駅池田駅、裏幌駅温別駅白ら駅釧路駅,串駅マリモで、使用されていたスハネフ14508定期運行時は、座席車にキュハ183系機動車を4両、寝台車には14系客車を2両を連結した6両編成を、 基本に、繁忙期は、座席車が増結され、最大9両編成で運転されていた。このうち、普通車自由席が2両、普通車座席指定席が2両、開放 B 寝台車2両で、指定席車及び寝台車には、女性専用席が設置されていた。運行末期は、寝台車が1両減車され、5両編成で運転されていた。上下列車とも、 釧路運輸車両所が担当していた14軽客車急行、マリモ特急時代のマリモありがとうございます。